皆さんおはようございます。現在私は箕輪駅前バス停の前に佇んでおります。さあこれから目的地に向かって行きたいと思いますが、まずは日比谷線箕輪駅、こちらの方を、ね、見ていただきまして、北千住南千住方面乗り場でございます。一周回りまして、さあやってまいりました、草43系統千住車庫行きバスにこれから乗りまして目的地に向かいたいと思います。はい、お願いします。さあこちらの方からバスを乗りましてやっていく先はですね、全世界パワースポット巡りの旅その63ということでございまして、さあそれでは千住大橋バス停を降りまして目的地がございます、南千住須佐の神社に行ってきたぞということでございまして、さあバスを降りまして須佐の神社の方に向かいたいと思います。もうバス停からはすぐですのでね、ちょっと戻るような感じで、行きますとございますのが須佐の神社でございます。こちらの須佐の神社の方はですね、大野寺がですね、英雄の雄の字、こちらの方になっており、一般的な須佐の御事のね、名前ではないということなんでございますが、こちらのお寺はですね、延暦14年つまり795年鳴くようぐいす平安京でございましてね、平安時代が始まってすぐこちらの方に、創建されたということなんですが、縁の小津野の皇帝国珍さんがですね、創建したということなんでございます。まずはですね、この手水舎さんでですね、心を洗い体を清める手水舎、こちらでね、手水舎でございますね、こちらで清めたいと思います。この縁の大津野の皇帝の国珍さんがですね、いきなりね監督されたということなんでございます。飛鳥の狼と須佐の御事を監督され、そして、創建されたというようなことでね、我を信じれば疫病を救い、そして、長くこの土地を餌しめんと栄えしめんというようなことでございましてね、そんな感じで現れたということなんですが、でも天皇宮ということなんですよね。まあ最初から須佐の神社なんですが、御頭天皇、こちらの方もおわすようでございます。こちらもですね、須佐のの御事と御頭天皇と両方おられるようでございます。もう神社によったらですね、御頭天皇の方しかおられなかったり、また氷川神社みたいにですね、須佐の御事しかおられなかったり、まあいろいろ両方おられたり、こういう神社の形式がございますが、まあ、こちらはね、御頭天皇もおられ、そして須佐の御事もおられるというような感じでございます。まああんまり飛鳥の狼がねフューチャーされるというようなこともないのでございますが、基本的には須佐の御事ということでございまして、
さあ拙者末者の方に行ってまいりましょうか。境内者の中にね、まずはお稲荷様、稲荷神社でございます。羽化の御霊の御事、これでございますね。ご利益は商売繁盛、こちらでございます。五穀豊穣でございます。さあ次なるお宮さん、三社並んでおるわけでございますが、こちらはね菅原神社でございます。菅原といってもアポロ菅原じゃありませんよ。菅原の道真公でございます。アポロ菅原さんを拝んでも何もご利益はございませんが、菅原の道真公はご利益があるわけでございます。さあ最後にですねございますのが、こちらもねお稲荷様でございます。福徳稲荷神社でございます。まあいろんな感じでね、合祀されておる理由があって合祀されておるわけで、お稲荷様は2つ社がございます。さあ富士塚でございます。こちら関東というか東京の方のお宮さんはね富士塚が多いんですよ。そんなに富士山をね信仰しようという人がまあ気運が高かったんでしょうな。で小塚がねあったらそこに富士山と見立ててお参りするわけでございますね。で随光石、こちらの方でございますね。こちらの方がまあそもそもの発端でございまして、円の大角がねの皇帝さんが光る石があるというようなことでこうやってきたというようなことで、まああの石が光ったんだということでございますね。これで出汁、おみこしの倉庫でございますね。こちらはもうご近所のですねお宮さんの お祭りの時にはこの格納庫から出しまして、みんな勢いよく出しましょうかというようなことになるわけでございますね。この天皇祭り祇園信仰は夏祭りが盛大でございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。ありがとうございました。